ラスハウス第4話が配信開始されました。私のテラスハウス解説動画が累計8万回以上の再生回数を突破しました。本当にありがとうございます。これからも良い解説動画をアップしていきたいと思いますので、末永く私のチャンネルの応援をお願いいたします。それではテラスハウスアロハステート第4話を解説します。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。始まりました。始まりました。今前回の復習をしてます。前回の渋沢の暇つぶし発言が波紋を呼びましたね。あとみんなでサーフィンに行った時に、泳ぎが苦手なナオミをほっといてみんなで男メンバーだけで遊んでたこと、やっぱ批判的なコメントが目立ちます。あとエリックがサーフィンにナオミが来ると楽しくなくなるっていうことで来させないように仕向けたみたいですね。それでエリックの株が急落しましたね。あ、今回のやつが始まりました。今エリックが女の子にローレンに呼ばれましたね。ちょっと怖い雰囲気ですね。まあ、今女子部屋に入りました。サーフィンの話してますね。サーフィンできるだけできる人だけということで、サーフィンができる人だけで行った方が面白いと思ってエリックはそういう発言をしたみたいですね。
直美ちゃんが一人で取り残されたことに女の子たちはみんな不満を持ってるみたいですね。エリックは嫌なところがあったらはっきり言ってほしい、そういうふうに言ってます。みんなでハグしようよって女の子が言ってます。エリックは嫌だって言ってます。ああ、結局やっぱハグしないで終わることになっちゃいましたね。やっぱちょっと亀裂が入っちゃいましたかね。今週はどんなテラスハウスになるのか楽しみですね。エリックがナオミにサーフィンの話持ちかけてます。エリックがナオミに素直に謝ってますね。ナオミ泣いちゃいましたね。めっちゃお泣きしてます。やっぱよっぽど仲間外れにされた感があったんでしょうね。めっちゃ泣いてます。
直美ちゃんはみんなと一緒に何かを共感したいという気持ちが強い女性なのかもしれませんね。サーフィンの行く何日も前からプールで泳ぎの練習をしていたみたいです。今出演者の方から、あ、タレントの方からエリックがちょっと性格が傲慢なんじゃないかっていう風に言われてますね。エリックのその傲慢さがこれからのストーリーに影を落とさなければいいですけどね。エリックも散々に言われてますよ、タレントの方に。今週もトリンドル・レナさんがお休みみたいです。直美ちゃんが、レストランの、面接に来ました。今履歴書を出してますね。面接ですね。直美ちゃん結構こっちが聞いてる分には英語上手ですけどね。このお店には英語も話す方もいるし、日本語も話せる方も来るので、そういう2カ国語を喋れる従業員さんをぜひ雇いたいと言ってます。こちらとしてはバリスタの仕事ができるといいですって言ってますね。でも直美ちゃんはバリスタの方経験はないと言ってますね。もしかしたらちょっと雇ってもらうのは難しいかもしれないですね。やっぱ英語の中でも履歴書の英語っていうのは難しいみたいですね。ちょっと何言ってるのか分かってなかったみたいです。今お家に帰って男子メンバーがハンバーグを作ってますね。
あ、明日のお弁当を自分で作ってるみたいです。ナオミちゃんに怒られ、ナオミちゃんを悲しませちゃったから、あ、まあ、ナオミちゃんを含めてみんなのご飯を作ってるのかと思ったら、自分のお弁当を作ってるみたいです。エリックはロレンのことが気になってるみたいですね。性格が好きって言ってます。今ユウスケと女の子2人でおしゃべりしてますね。なんかイベントがあるみたいです。コンサートでもあるんですかね。男子メンバーでハンバーグ食べようって話になってますね。美味しそうですね。明日のお弁当分ということだったんですけど、多めに作ったみたいです。ハンバーグがめっちゃ硬いって話ですね。全力で切らないと、ハンバーグ切れないという、めちゃめちゃ硬いです。カハラエレメンタリースクール、あ、ユウスケくんのコンサートですね。あんま人来てないですね。20人ぐらいでしょうかね。あ、30人ぐらいでしょうですかね。河原小学校。興味がある人だけ。ゆうすけの周りに行って、興味のない人は他のところでなんか好きなことやってるみたいな、結構そういうラフな感じのコンサートですね。コンサートというよりも場所を借りさせて弾かせてもらっているの方が正しい表現なのかもしれません。ゆうすけくんがとっても生き生きとギターを弾いてます。聴いてる方からはたくさんの拍手が聞こえます。もらってます。あー、もうすごいですね。
タンディングオベーションですね。みんなから拍手もらってます。終わりました。あ、今ローレンがユースケとハグしてます。いいっすね。みんなで帰ろうって言ってますね。あ、でもエリックはなんかやりたいことがあるということで、なんかどっか行ったみたいですね。あ、今レストランに来てエリック以外のみんなでご飯食べてます。ギター弾くきっかけを聞かれて、なんか吹奏楽部で入ったのがきっかけみたいです。で最初はトロンボーンをやってたみたいなんですけど、で途中にギターの方に興味が移ったみたいです。最初は趣味で始めて、ハワイに来てから熱中したみたいです。ウクレレは YouTube の動画で独学で学んだみたいです。すごいですね。渋沢くんが今日語学スクールみたいですね。語学学校の成績の採点方法の説明をしています。授業にちゃんと出て、授業中の発言なども採点として考えられるみたいですね。それで70点が
合格点ということです。ですから70点以下の方は落第ということになるんでしょうか。ちょっと語学学校のことに行ったことがないのでちょっとわからないんですが、もし知っている方がいたら私の動画の下の欄にコメントください。70点以上が合格点と言っていました。ローレンが絵を描いているんですが、とても上手ですね。今日だけで3枚から4枚描いたみたいです。何かのどこかのプロダクションに入りたいみたいですね、ローレンは。それで本格的に作品を作ってるみたいです。今、ゆうすけくんとローレンが二人でおしゃべりしてて、ゆうすけが最近どうってローレンに聞いてます。ローレンはすごく楽しいと言ってます。ゆうすけくんは18歳に見えないですね。ルックスがというわけじゃなくて、すごく優しさというか包容力がある言葉遣いなんですよね。ローレンに話せなかったら日本語じゃなくて英語で話してくれて構わないよって言ってますね。なかなか18歳でそこまで気が使えないと思うんですよ。素晴らしいですね。これローレンと付き合う可能性ありますね。ゆうすけがローレンにバイトをいつ休みって聞いてます。どうなんだろうこれ。ゆうすけくんが眠たいみたいでもう寝るっつって寝てます。おやすみって言って部屋に戻りました。ああ今ねタレントさんがねちょっと下ネタ言ってますね。やっぱゆうすけくんデートに誘いたかったのかもしれないですね。でも言えなかった、そんな感じみたいです。
ゆうさんが下ネタ言ってますね、相変わらず。ゆうさんがすごいっすよ、止まらないっす。あ、今男部屋にカメラが映りました。渋沢君はエビアンを落とすつもりって言ってます、宣言します。ゆうすけくんはローレンがいいって言ってますね。ゆうすけくんは ローレンさんの想像力が豊かなところが好きと言ってます。今のところ、あ、終わりました。今のところ渋沢くんはエビアン、エリックがナオミ、ユウスケがローレンという形に、3人がそれぞれ別々の女の子が好きみたいで、まあうまく分かれてますよね。はい、テラスハウスアロハステート第4話が終わりました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは失礼します。